皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほうです。はい、ということで今回はこちらのね、ママの携帯ケースを変えていきたいと思います。いやー、今日も普通のなんかつまんないと企画ですね。そんなこと言うの。今回はね、ママの携帯ケースのね、ちょっとここの部分が壊れたということで、ドンキでね、新たに購入してきました。こちらの iPhone11 の Pro のケースです。こちらを購入してきましたので、このね、ママの携帯にただ入れ替えるというだけの謎企画。でもまだほら、超つまんない企画です。ちょっとほらだけどなんか、あとフィルムとゴリラの表紙、まあこれはね、これ割れちゃってるから、ゴリラ関係ないから、謎ゴリラ2体と、あとこのゴリラに合わないキラキラを、これキラキラよくない？かわいいよね。つけていきたいと思います。はい、ちょっと年がいもなくキラキラをつけたくて。そうなんですよ。紫にキラキラにゴリラですよ。ねえ、ゴリラ関係ないじゃん。大丈夫ですかって感じですけど。やばいよね。とりあえず、はい、やっていきます。はい。本当はね、木目調が良かったんだけど、なかったんだよ、プロのサイズが。でね、でこのちょっとピンキーな若いのが使えそうだね。いいじゃん、別にピンクだって使えますよ。もう年なのにね。若返るよ。心は乙女だから、いつも心は乙女なんで、いつまでもね。はい、これを開けていきます。はい、スマホケースゲットだぜ。ちょっとなんかさ、ピンクっていうちょっと紫がかってる感じだよね。じゃあこれをまず移し替えていきます。さらば白ね、それも良かったんだけどさ、壊れちゃったからね。ママはなんかね、なんか、あ、ピンクだね。そうだ、いや、それしかなかったんだよね、何気に。さ、乙女から乙女に変身。白黒大好きだよ。ということで完成しました。いいね、いいね。で、今からね、あとゴリラ2体と、ゴリラ2体やめて、ゴリラゴリラ、乙女チックなキラキラをつけていきます。はい、恋に落ちたようなキラキラ感でやってます。そう、いいでしょう。いいね。うん、キュンって。そう、ねえ、本当にいいと思ってる？バカにしてるよね、ちょっとね。いやいや、ママこんなのつけんなみたいな、絶対思ってるでしょ。絶対バカにしてる言い方だよね、それね。いや、そんなことないよ。リミとさ、見ててさ、リミが「これいいじゃん」って言ってさ、うん、じゃあママつけちゃおうかなと思って。なんで笑うの、ひどくない？絶対小バカにしてる笑いだよね、それね。いや、全然違うよ。本当？ただ可愛いなと思って。本当、心から思ってる。うん、私も今度あったらつけようかなと思って。絶対思ってないよね。絶対思ってないよね、それね。おー、来た、来ましたよ皆さん。これもなんかちょっとね、ピンクゴールドって書いてある感じのキラキラです。はい、乙女乙女でしょ。キュンだね。キュンでしょ。ちゃんとハマるかな。ハマるでしょ、多分。これ多分裏を返すとこうなってて、うん、ここ剥がすと多分粘着テープがついてる感じで、貼るタイプだね、これは。よし、じゃあ剥がしたので、これですね、剥がしたので貼っていきたいと思います。いや、これは本当に間違ったらもう激怒なって。パパが大好きフレーズ、ママ激怒。本当だよ、すぐパパママ激怒って書くよね。書くよね。じゃあ貼ります。いきます。ちゃんと合わせてよ。お、いい感じ。ちょっとずれた。え、やめて。まあでもなんかすぐ取れそうな感じ。もっとずれたかもしれない。ちょっと遠くから見れば大丈夫だよ。なんでよ。今なら直せんじゃない？あ、いいねいいね。できました。じゃあキラキラこんな感じです。いい感じです。ゴリラみたい。なんか吠えてるやつとなんか怒ってるやつでゴリラつけるわけじゃないからね。ゴリラの間にあるこのフィルムをつけるだけです。ゴリラ2体説明の仕方よそれ。ゴリラ2体はちょっとこのフィルムを守ってる存在というか、そうそんな、はい、そんな感じです。間違いない。間違いない。ゴリラって意外とチヤホヤされてるよね、人間に。そうなの？うん、ゴリラみんな好きじゃん。そうか。好きじゃないけど。猿とゴリラみんなが好きじゃん。絶対嘘それ。じゃん。おお。もうご丁寧に。貼り方とか書いてあるから真剣にやらないとダメなパターンじゃん。あ、ミスった。ね、やばいよね。ん？これだ。もうそれだ。これです。じゃあちょっと前のやつを剥がして。綺麗にしてからじゃないと貼れないので、ちょっとやりたいと思います。お、すごい、うまい。よし、じゃあ剥がします。ちょっと今通知いっぱい見えてるけど。通知消しました。通知がいっぱい見えすぎて。よし、じゃあ剥がしますね。はい。うわ、超バキバキいってる。いいよいいよ。うわー、バキバキ。待って、背景が白いから全くわからんけど。そうだね、かなりバキバキってます。バキバキってますね、これ。それちょっと携帯の上に乗せたらわかる、黒いから。うわ、すごい。もうちょっと黒くして。お、やばくない？バリバリだね。バリバリじゃん。はい、これを今からね、はい、交換したいと思います。はい。おお、やばい、これやばい。これは綺麗になるね。これは綺麗になるわ。ママの息ハートは全然、あ、映らなかった。綺麗になりましたね。怖っ。うん？ちょっと待って。じゃあ貼りますね、皆さん。いきます。空気の入り方。うん？よくないこの空気の入り方。抜けそうだけどね、空気ね。はい、ということで完成しました。イエイ。ということでね、はい、ゴリラシート貼ったし。ゴリラシート貼ったし。このキラキラとね、はい、このケースも変えたし、はい、完璧ですね。いい感じですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回はね、ママのね、スマホケースとゴリラと変えてみましたという動画でした。はい、ということでね、皆さんもね、もう今ね、コロナ禍だから正直ね、あんまなんか、ね、今の時期は楽しみとかがね、ないんですよ、お出かけとか。なのでね、こういうね、ちょっとしたことを変えるのはいいと思うので、皆さんもぜひ変えてみてください。ということで、それでは、バイバーイ。